はい、どうもこんにちは。今日は、ちょっと歩きながら動画を撮っていきたいと思うんですけど、急遽、ちょっと撮っていきたいと思うんですけども、YouTube の動画でですね、ちょっとこう重要なご質問が来たので、これについてはちょっと動画を撮りたいなというふうに思いまして、ちょっと今動画を上げております。YouTube の動画でなんかその質問が来たのが、なんか高橋さんの打ち起こしというのは左寄りに打ち起こしをされているんですが、これは何か意味が、意識とかそういうものがあってやっているものなのかというご質問が来ました。というのも、なぜこのような質問をしたかというとですね、一般的に、打ち起こしというのは左右、拳が左右対称で打ち起こしを、やられるものなのに、左側にしているのには何か理由があるのですかというご質問をいただきました。でそれに対しての回答をちょっとするんですけども、これの回答はですね、左側に、弓をこう左右対称ではなくて、やや左腕を伸ばして左寄りにする打ち起こしが、弓道連盟の本で出されている、全日本弓道連盟の、演習が出されている弓道教本にはですね、正面打ち起こしじゃなくてやや左寄りの打ち起こし、というものを実際にやっている先生の写真がたくさんありますので、左寄りの打ち起こしがスタンダードだと考えられるわけですね。ただですね、私は、そのご質問いただいた方のですね、動画をちょっと見てみたんですけども、その撮影している動画がね、2018年の1月だったんで、今から2年と9ヶ月前の内容でした。で、2年9ヶ月前の動画ではですね、その左横で打ち起こしをしていたわけなんですけども、現在の、この2年9ヶ月経った後の私の弓の引き方はですね、どうなっているかというと、実はですね、左右拳を左右対称にしても、そのまま第3で30キロを負けないように弓を引いて当てることもできています。で、33キロの弓で左横打ち起こし、左左右になった拳を対称にした状態で打ち起こしをして、第3を取って、的中することはできています。ちなみに言うとですね、例えば今出てる動画の中でも30キロの弓を引いて当たってるやつの中で、もしかしたら左横に寄っていなくてですね、左右対称に打ち上げてですね、打ち起こしして、的中している動画ももしかしたらあると思うんで、もしもですね、その打ち起こしで、私が左寄りではなくて、正面に上げているものが見たければですね、多分あると思いますので、それ見ていただければと思うんですけども、今回この動画がなぜ重要だというふうに思っているのかというとですね、一般的に弓道の世界では左右対称の拳で、教えられます、はい、だけどこれは先にやったらダメなんですね。これ左右拳を最初にした打ち起こしを先にやるとですね、もうまず第三が入れにくい、左手首が力が入る、腕が突っ張る、左肩が起こるので、弓道教本の先生の大多数の先生、具体的な名前を言うと松井藩士以外の先生はですね、打ち起こしは左横にしていると、左腕を軽く伸ばした状態で行っていると、もっと言うとですね、弓道連盟の教本一巻の斜方八節の図説も、微妙に左に寄っているっていうのも書いてありますが、だから基礎なんです。で、さらに言うとですね、弓道連盟の解放にもですね、左腕を伸ばす打ち起こしっていうのを推奨している先生も実際います、はい、なので左にするのが本来一般的というか基礎というか、その全日本弓道連盟というものを立ち上げた時に大きな運営、組織運営に関わった、いわゆるその社法をどうやって統一していこうかっていう話し合いに入って関与されていた先生は、皆左右対称ではなくて左右非対称の左腕が少し伸びた打ち起こしをやっていますので、それでやるのが本来適切だというふうに考えられます。しかしながらですね、弓道の世界というのは大変ややこしい世界でございます。全日本弓道連盟の出された本というのはですね、おそらく今の弓道教本の教師や練師の先生は多分 95% 以上の人が読まれていません。ですので何が起こるかというと、実際に左腕を伸ばした状態で打ち起こしをすると、左腕を曲げた状態で打ち起こしをしなさいというふうに指摘をする先生の方がおそらく多いと思います。なぜ私がこのような動画をですね、
警告といいますか、ちょっと危険なんで、気をつけてくださいという動画を出しているかというと、実際に全日本弓道連盟の会報で左腕を軽く伸ばした方がいいですよとまず推奨している阪神の先生もまず存在します。これ探したら絶対出てきます。で、その先生のもとに所属されている弓道連盟の方が私知り合いで、その人に聞きました。どっちで教わるんですかと、確認するとですね、このような回答が返ってきました。その先生がいるときは左右左腕を伸ばした打ち起こしをその目の前でやってもですね、その教師の先生や練習の先生というのは何も言わないと。しかしですね、その先生がいなくなった瞬間にですね、同じように左腕を伸ばす打ち起こしをやろうと思うとですね、それはダメだと指摘されてですね、左右対称の打ち起こしに戻させられるというふうに言われます。ということですね、何が言いたいかというとですね、この教えている内容というのは、全日本弓道連盟の会報というですね、全国の弓道関係者がもう見れる雑誌、これ国会図書館にも置いてある雑誌、その中ではっきりとですね、その左腕を伸ばした打ち起こしっていうのがいいというふうに解説されている先生がいるのにもかかわらず、もっと言ったらですね、その先生の所属されている弓道連盟の中にいる指導者の方はですね、その先生の言われている内容を多分見てないんだかわからないんですけども、見ていないのか、例えばなんとなくその先生がいるときは、まあ、よくふわーっとなんか何事もなかったかのように、その先生がいるとですね、なんか波風を立たないようにですね、急に静かになるんですけども、その人がいなくなった瞬間にですね、何かそうなんか練習の先生や教師の先生はスイッチが入るのかわからないんですけども、急にコロッとこう指導内容が変わるという現象が起こります。つまりダブルスタンダードです。要はその先生がいるときはなんかこうおとなしくするんですが、それがいなくなったときにですね、実際教師の先生や練習の先生は何をやっているのかというとですね、そのような左腕を打ち起こしをするっていう重要性を全く認識しないままですね、間違った左右対称のですね打ち起こしの動作を先にさせてですね、それで打ち起こしをさせるという指導方法がもう現実、今もそうなっております。で、私の経験からお話しさせていただくと、左腕を軽く伸ばした状態からの打ち起こしをですね、まあ、3万回とか1万回続けるとですね、30キロの弓でも左右の拳をそのまま左右対称に揃えた状態で、第3で左手首の曲がる量っていうのが多くなるのにもかかわらず、それをうまくですね、しっかり左手で受けて、弓が押せるようになるのは間違いないです。しかしですね、弓道連盟のようにですね、左腕を軽く伸ばした打ち起こしからではなくてですね、いきなり左右の拳を揃えた状態で、左手首を押し回す動作が多い打ち起こしをあえて先にやらすのはですね、非常に練習の仕方としては、まず左腕に力が入る可能性が高い、左拳に力が入る可能性が高い、左手首を回している最中にですね、よく多いのが、例えば親指の内側の皮膚をですね、擦りすぎてですね、皮が破けてしまう高校生とか大学生とかがいます。だけどそれをですね、ただ単純に形が整っているからという理由だけでですね、左腕を伸ばした、しかもこれ弓道連盟の本に、斜方八節の図説もよく見るとですね、左右対称になってません。高塚藩士、上永藩士、宇野先生、浦上先生、さらに言うとですね、まあ、千葉先生はギリ左右対称って言えるかもしれないですけども、他の先生は全員打ち起こしはですね、左に寄っております。で、松井藩士はまあ確かに左右対称に揃ってるっていうふうに言い切れるんですけども、そのように本を見るとですね、鶴をですね、あと鈴木藩士は左に寄っております。そのようにですね、見るとですね、左右拳に揃っている打ち起こしの先生っていうのは少なくてですね、むしろ左右を軽く伸ばした状態の打ち起こしっていうのをですね、推奨されている先生っていうの方がたくさんいますので、鶴が若干ですね、弓と
鶴の面ですね、9波の面がですね、顔が真ん中に入るようにこう打ち起こしなさいというふうに言うんですけども、実際はそれよりも少し左側にずれるような打ち起こしになるのが自然であるというふうになります。でそうこういうことをお話しするとですね、いやあれは9波の面がその真ん中に通っているだけであるのがいいのであって、左腕も伸ばしていいと、だけど左右拳の位置は正面から見てですね、なんだ左右対称に揃ってればいいんだということでですね、遠く腕を伸ばさせた状態で打ち起こしをさせる先生とかもいます。しかしながらこの指導方法も全く合理性はなくてですね、なぜかというと腕を遠く伸ばしたその分第三で体と弓の距離っていうのが遠くなります。遠くなった状態で左手を押しますとより、左の手首にが、回した時にかかる弓の負担というのは強くなります。腕がピンと伸びていて手首を外側に回してですね、その状態でさらに弓の反発力がかかるので、それであればもう両手首を曲げて両肘を曲げて、カニさんのような格好でですね打ち起こしをした方がまだマシです。だけど一番先にやらなきゃいけないのは左腕を伸ばす打ち起こしでございます。しかし弓道連盟の先生、特に教師と練師の先生はですね、そのような本を読まれていないのか、読めばそのように打ち起こされている先生が多いのにもかかわらずですね、実際に例えば講習会とか、その普段の練習でですね、そのような打ち起こしをすると、直させられると。なのでいつまでたってもそのもう不合理というか、その怪我が起こりやすい練習方法ばっかでさせられてしまうので、結果的にですね、1週間に1回とか1週間に2回ぐらいしか社会人はいけませんので、社会人は全員弓が下手くそになってしまう、そういった可能性が非常に危惧されて、おります。例えば私の場合のこうお話をするとですね、私の場合も初心者の方をですね対象にですね、弓を教える機会っていうのがすごく多いんですけども、1ヶ月に1回とか1ヶ月に2回しか通われない、時間がなくてですね、そういう方であってもですね、打ち起こしの内容をですね、正面から変えてですね、左腕にするだけでですね、暴発がなくなって右手首が力が抜けて、さらに第三の押し動作に入りやすい、力が抜ける、そしてよく飛ぶ、そのようなメリットがたくさんあるので、これは理屈があるなと思って取り入れております。よろしければですね、弓道連盟のそのようなしがらみとかそういったものに関してですね、いやそれは違うだろうと、ちゃんと教わる側の人たちがちゃんと負担のないような教え方をですね、たとえ弓道連盟のなんとなくの暗黙の了解よりも重要だろうと考えられる方はですね、この教えをちゃんと取り入れてですね、もっと多くの人たちがこう弓を引けるように協力していただける方が一名でもいれば幸いでございます。ということで動画を撮らさせていただきました。ぜひ、この情報をご活用ください。以上です。ありがとうございました。